こんにちは、大八郎です。今回は、ハンターハンターシールウェハースボリューム1、開封していきたいなと思います。サンボックス、全32種の、ウェハースは1ボックスで20個入り。で、ダブルハンターレアを収録ということですね。ラインナップはね、まだ見てません。おっと、ウォーキンとはいますね。幻影旅団も全員いるんでしょうか。クローロ、シルバー、ゴン、キルア。あ、これちょっと絵が違うな。違いますね。まあ、いろんな種類があるんでしょう。では、開けていきたいと思います。はい、開封してね、パッケージはこの2種類ですね。3ボックスで、コンプリートなるかという感じです。ダブルハンターレアはゴンとキルアですね。ここ、ですね。いやー、信長、フェイタン、マチ、ヒソカ、フィンクス。あ、幻影旅団全員いそうです。いそうですね。おー。あとは、あ、戦慄とかもいますね。なるほど。僕の大好きなハンターハンターのキャラの中でね、一番好きなのはこちら、ゼノでございます。ゾルディック家のおじいちゃん、これがね僕は好きなんですよ。はい、ではね、準備していきます。はい、では一発目、右列の手前から開けていきたいと思います。何が出るでしょうか。おっ、クラピカ、ジャッジメントチェーン、めっちゃ綺麗、めっちゃ光ってる。これうわすごい、うわすごいな、これ火の目発動クラピカ、HH129HR、HH ハンターレアですね。ハンターレアのここですね、クラピカ。はい、まずは29番クラピカ。いや、かっこいい、かっこいいですよ、このシール。はい、2個目いきたいと思います。はい、おトンパやったっけ。あ、そうね、はい、トンパでした。はい、3つ目。はい、お、ひそか、これはでもノーマルですね。 N ひそか、はい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 、ひそかです。はい、4枚目。はい、おー、フェイタン、フェイタンいい。お、雲かっこいい、めちゃんこかっこいいやん、これ。いや、かっこいいな、フェイタンも好きですよ。いやー、はい、5。あー、戦慄、戦慄、これ闇のそなたの楽譜ね、ちょっと気になりますよね。うん、これ結局集まるんかな、戦慄。N、ノーマル。ラック。おお、ひそか、キラキラしてる。これドッジボールの時のやつかな、ちゃうかな。S レア。いや、かっこいいやん、これ。はい、次、どんどん行きましょう。ほい。レオリオ。レオリオね。はい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 、ノーマル、ノーマルレオリオ。はい、8枚目。あっと、もうかぶった。やっぱこれ道のりは険しいな。9枚目。お、ゴン、 S レアかな、これ。あ、 S レアですね、ゴンの S レア。これはあれですね、ボックスの上の方に書かれてたやつですね。いいですよ、キラキラ。はい、右列最後。おっと、ネオンもいるのか。では左列突入、手前から。嘘でしょ。まあそうなの。はい、でこれね、かぶったんでちょっと開けていきたいと思います。はい、黒から開けるとこんな感じですね。いやー、すごい光ってる。光の加減でね、目がね、
こう光るのがめっちゃかっこいい。うん、かぶりました、ハンターレア。はい、でもどんどんいきます。はい、あ、来たね、キルア。キルアやっぱゴンの隣。あ、でもゴンのノーマルが出てきてないな。なるほど。はい、フィンクス、いいね。レア、フィンクス、レア。あ、多分幻影旅団は全部レアかな。この雲のマークがかっこいいな。いいですね。よしよし。はい、半蔵、半蔵です。まあ暗黒大陸編ではねちゃんと出てきてくれてるんでね、どうなるんやろなー。というか盛り上がってますよね、ツイッターで富樫先生が更新して、あ、おっと、かぶっちゃったよ。更新してくれてるんで、暗黒大陸編、いや連載楽しみ。はい、共感サトツ。さあ、残り少なくなってきました、ワンボックス目。お、マーチ、いやマーチかっこいい。いやこの幻影旅団のカードめっちゃいいな。カードシールめっちゃいいですね、めっちゃかっこいい。さあ残り3つです。はい、あ、ゴンノーマル来た、やったやった、これね。はいはい、ワンボックス残り2枚。あれ、いい、こんなすぐ被る。あ、そう、なかなかえぐいな。最後ワンボックス目です。いっ、来ましたね。被らんで、結構被ってきたからな。ワンボックスってこういうの大体開けるとね、あんまり被らない。とりあえずワンボックスはこんな感じでしたね。よし、次行ってみたいと思います。はい、今のところね揃ってるのを並べてみました。一応番号順になってます。16種類、あります。16種類です。4枚被ったんでね、ワンボックスで、残り16種類です。まあ、この2ボックス目でね、もう一回16種類出せば、揃うということなんですが、いきます。おお、やった、クロロ、燃魚クロロです。12番、ここか。はいはい、どんどんいきます。あっと、かぶった。ただまだねゼノシルバー出てきてません。まずいな、かぶってるな。ちょっと待てよ。はい、お、かぶってる、かぶりがもう3枚。お、きたきた、これダブルハンターレア、ゴンさんでございます。まあ、ゴンさんではないですね、ゴンですね。はい、こんな感じ、白押し、全面白押しですね。いや、ただ正直言っていいですか、こっちの方がいいと思うんですけど、ハンターレアのグラピカの方がめちゃかっこいいなと思ってます、正直なところ。31番、気を取り直していきたいと思います。はい、2ボックス目は、かぶりが、お、来たね。21番か、パクノダ、私を信じてほしい、信じますよ。17 18 19 20 21かな、ここかな。お、やっと来ました。ノーマルですね、クラピカ、ここ。よし、ノーマルは揃ったんじゃないかな。あ、いいじゃん、エスリアもいいじゃん。キルはちゃんとハンターハンターって後ろに書いてるんですね。はい、2ボックス目右列最後でございます。はい、左列手前から、はい、まだ幻影旅団出てないのいますよ。フランクリンとか出てないですよ。コルトピ、おおおあー、キルアですね。この絵が違うだけで、いやでもこれハンターレア、何か分かれへんもんな。ハンターレアの方がいい気がするな。どうなんだろうな。ただね、種類も埋まってきてます。かぶってもきてます。まだまだ
ウボウキン忘れてた。23番ウボウキン。はい、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。はいほい、あ、来ましたね、シャルナーク。18番、シャルナーク、いいですね、シャルナーク。シャルナークのさ、あのこの、携帯の電波さすやつね、あの時めっちゃかっこよかった。13位、ここですね、2ボックス目、残り3つ。はい、レアかぶり、ハンターレアがあんまり出てないかな。最後、信長もそういや、そうやった。はい、ですね、2ボックス開封した結果ですね、今のところ残り7種となっております。銀栄旅団のメンバーとですね、僕が一番最初に好きって言ってたあのゼノ、あとシルバー出てきてません。これは絶対取りたい、ゼノは絶対取りたい。では3ボックス目、こちらも、右手前からいきたいと思います。ゼノ、お、来たね。幻影旅団でまだ出てなかったです、ボノレノフ。キメラント編での戦いはめちゃくちゃ良かったですね。22、いいんじゃないですか、かぶってないですよ、幸先いい。はい、かぶったね。どんどんいきましょう。あかー、Sレアかぶったね。クロロ、こっちじゃないね、ハンターレアの方にクロロがいてはるんですよ。ハンターレアみたい、ハンターレア、ダブルハンターレアはね、来た、これめっちゃかっこいい、ハンターレアめっちゃかっこいいじゃないですか、めっちゃいいやん。ダブルハンターレアより全然こっちの方がいいわ。わ、めっちゃかっこいい。いやー、いいね、やりました、ハンターレア揃いました、スキルハンター、かっこいいね。はい、3ボックス目から調子上がってきましたよ。残り5種類、欲しいゼノとシルバーまだ来てませんが、ここが出たらもうこっちのもんですよ。はい、コルトピとか、お、来た、フェイタン来た、コルトピ、フェイタン、雫がまだ出てなかったんですよ。よーし、あと4種類来たんじゃないですか、これ3ボックスでコンプリートですか。はい、右列最後、ゼロ、ドラゴンファン、じいちゃん、でもこの、いや、まあまあいいな、かっこいいわ、ゼロめっちゃ好きや。キメラント編もうちょっと活躍してほしかったですね、ゼロね。やった28ということは、ここめっちゃ調子いい。はい、あとはなんと3種になりました、3種ですよ。3種は揃うんじゃないか。来た、コルトピ来た、コルトピ24、やばい、残り2種、しずくとシルバーしずくとシルバーが出たら揃います。お、これはでも嬉しいな、これ開けましょうか。ハンターレアルのクロロですね、スキルハンター。いや、めっちゃかっこいいやん、これ絶対ハンターレアの方がええわ。ダブルハンターレア何よ。はい、3ボックス目、あと残り6個です。6個で残り2種です。しずくとシルバーです。しずくとシルバーです。きた、しずくきた。え、これいっちゃう、もしかして。あとシルバーだけで残り3つです。行きましょう、行きましょう、行きましょう、行きましょう。え、ちゃうわ、これで残り3つですね、残り3つ。はい、揃った、コンプリート。シルバーかっこいい。はい、シルバーです、コンプリート。3ボックスでコンプリート。あ、残り2個残ってるんで、これも開けていきたいと思います。ひそか、いや、もう余裕ですね、これもう消化試合ですよ、コルトピー。
いかがだったでしょうか。ハンターハンターシールウエハースボリューム1全32種、サンボックスでコンプリートできました。ありがとうございます。いやー楽しかったですね。最後のあのピースがスポンスポンスポンとはまっていく感じはもう本当に気持ちよくて楽しかったです。ありがとうございます。あーいやーよかった。いや本当にもうちょっとかかるかなと思ったんですがよかったです。あとですね、まあ、シールの感想なんですが、ダブルハンターレア、次からはやめましょう。発光紙の塗りつぶしは全然良くないです。Sレアの方が断然いいです。本当に。これはね、やめた方がいいです。もうダブルハンターレアね、もうなくして、ハンターレアね、もうこの2枚も最強にかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。もうハンターレアを増やしましょう。ダブルハンターレアはやめましょう。はい、まあ本当にこれはやめた方がいいと思います。ハンターレアはむちゃくちゃかっこいいです。もうこれはめちゃめちゃいい、めっちゃ気に入りましたこれ。はい、で、欲しかったゼノじいちゃんもゲットできました。ありがとうございます。次はドラゴンダイブのねゼノも入れてくれると助かります。まあ、ボリューム1なんでボリューム2も楽しみにしてみたいなと思います。ちなみに僕の密かの、念能力系統性格診断でしたっけ、あれは僕は操作系らしいです。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。それではまた。